白鳥の湖。両脇に控えるのが、コールドバレー。主役、オデットのニーナアナニアシビリを引き立てる。コールドバレーとは、フランス語で、バレー団、または、バレー団のダンサーが構成する集団のこと。フランス語以外の言葉では、校舎に返し、ソリスト以外の、軍部や、大人数の情景を担当するダンサーをひとまとめに、指して言う。略して、コールドとも呼ばれるが、 コールドと表記するのはよくある間違いである。パリオペラザバレエでは競技に会する場合、ダンサーの階級のうち最下級のカドリーユとその一つ上のコリフェをコールドバレエという。ロシアでは伝統的にコリフェよりも下の最下級の階級をコールドバレエと呼んでおり、マリーンスキーバレエでは現在でもこの名称を用いている。1760年。 メートルドバレーとして、シュトゥットガルトに招かれた J コール G のベールは、ビュルテンベルク校に著書、舞踊とバレーについての手紙を献じ、バレーの早くのダンサーたちを均一かつ対照的に踊らせることを初めて示した。その後のベールは1803年に出版した文章の中で、コールドバレーは早く24人と、 その統率役のコリフェ8人の計32人があれば十分であると述べ、舞台上で人目を引く規律正しさから、それを不評集団に例えた。またコールドバレーの踊りは、主役の踊りとは別物であるとし、プルミエランスールのそれとはほとんど何の類似性も有していないと結論付けた。こうした見方は広大にも受け継がれ、コールドバレーによる均一な踊りは、 現代に至るまで多くのバレエ作品で必須のものとなっている。その使用法も様々で、ラバヤデールの影の王国のように独立した軍部として使われる場合や、白鳥の湖大二幕のように主役のソリスト二人と絡めて使われる場合もある。他方、コールドバレエを確一的に使用しない試みも早くからなされている。ジュールペローはジゼルにおいてウィリーが登場する。 第二幕では軍部を展開させたが、第一幕ではそうした使用法を嫌って兵士、村人、ジプシーといった登場人物に異なる動きをさせた。同じように、コールドバレーの各人を個性的に動かす演出は、ミハイル・フォーキンがペトルーシュカの史上の場面で用いて成功した。ただし、ラウッチャーは時代や組織により上の階級まで含める場合と、そうでない場合があると断った上で、 一つ上のスジェマデでを本来のコールとバレエに含めている。ありがとうございます。